願いします。どうぞこちらで、はい、ありがとうございます。気をつけてください。はい、いただきました。あ、そうですか。はい、わかりました。
そう。普段だから仕事なんですけど、それだとあまり急速速さが取れないので、水が流れるように流れるように行かないように体に入れてしていい拍手が出ました。今完成する前はこうやって皆さんの住宅が使っていたのが、完成後はお水がなくなって効果も出てるんですよ。素晴らしい、まあ、その効果とスケール感をしていただければ。拍手が出ました。あ、守り神守護神なんかめちゃくちゃ分かりやすいです。あざっす。もしよろしかったら簡単に説明させていただきます。